詳しく言ってね、概要説明欄というかね、設定欄というか概要でね、ここどこから物語スタートしますよみたいなことをね、ちょっと書かせていただくんでね、まあ、説明を聞いていただける方はこの段階でね、ちょっと耳を傾けていただきたいんですけどね。で、物語から見てくれるっていう猛者の方はね、またね、そこからね、絵だけでも楽しんでいってくださいというところなんですが、やっぱりね、僕はね、素人です。概念っぽいものが見たいと言って想像したからと言って何かしら取っかかりきっかけがなければ書くことができません。これはもうね、素人の限界。しかし諦めることありませんよ。ダンディはね。はい。春樹先生はおそらく猫が、映画が大好きな人ではないか。これダンディの勝手な想像なんですけど、これをテーマにね、ちょっと概念考えてみようかなっつってね。で、主人公は吉江さん。吉江さん目線で鉄との出会いを概念風に描いたら面白いんじゃないかなみたいなことを思った。で、勘違いですね、やはりね、これはね。よしえさんといえば天然、よしえさんといえば勘違い。例えば文庫本の7巻を例に出すと、まあ、これでね、アニメの方がジャニー・グチーは見やすいんでね、原作っていうのはなかなかね、見にくいと思いますんで、原作を見るきっかけにでもなれば嬉しく思いますし、やっぱりこういうのね、なんか知らんけど、うちの周り、錯覚だらけ、バイチエちゃんというような、恋愛とはある意味勘違いの連続でできてるんじゃないかなとちょっと思った。それを主軸に物語を進めて、映画ネタを入れ込んで、まあちょっと書いてみようかなって、ね。猫はね、漫画とかアニメとか見てても、虎徹目線、ジュニア目線で番外編とか読み切るとか要件あるんでね、オマージュの連続になってもね、新しい景色を描くってこととはちょっと違うかなと思って。で、やっぱりね、ダンディは正直にね、皆さんとシェアしたいんでね、正直な気持ちは、ダンディはやっぱり人間のキャラクターで外伝が見たかった。ちえちゃん以外のひらみちゃんであれ、よしえさんであれ、人間のキャラクターでちょっと外伝描いてみたいなっていうのは僕は正直に思ったんで、それを正直に絵にしてみてシェアできたらなっていう気持ち、ね、思います。で、まあ、ちょっとちいちゃん一回休みなんですけども、嬉しいね。嬉しかったよね。やっぱり似てましたというところで、ちいちゃんがヨシエさんに似てたんでね、メバルちゃんです、ちなみに名前はね。学生の頃のヨシエさんのお友達みたいな、いい主人公、いいヒロインには必ず、いい幼なじみのね、女友達とかね、いますからね。ちえちゃんがよしえさんに似てたんで、メバルちゃんもね、誰かに似てた方がいいかなと思ってね、そういう遊び心を持ってして描いていこうかなと思うんですけどね。まあ、ちなみにだから元ネタ、原作の元ネタっていうか、キャラを作るのに参考にしたシーンとかね、原作を見てみていただければ。もうこのままね、学生服にしちゃいました。というところでございます。まあ、通行料なんて何の権利があるんですかみたいな、隠しきれん気の強さね、よしえさんの。間違ってることは間違ってるって言えるね、女性だと思うんでね、昔からね。まあ、これを縄張りにしてるんか、ナンパ目的でこういうことを言ってたんかっていうのは、ダンディはちょっとまあ皆さんの想像にお任せしていいかなと思いますね。やっぱナンパ目的ですかね。いますよ。危ないですよ。さあ、次。出ましたね。おもろいことやってるやんけみたいなね。つぶれた。ほら、こんなんでどうじゃみたいなことですね。これは、鉄の日常っていうか、花井先生に追いかけ回されて、隣町まで来ちゃったのかな。これは鉄と花井さんの日常なんですけど、リンクしましたね、初めて。ここで、よしえさんが惚れました。で、やっぱりね、アニメ見てても、原作見てても、よしえの方から鉄に、よしえの方からわしに惚れ寄ったんじゃっていうのが、しっかり想像としてつかめる、こういうのがあるとなっていうところも、ちょっと外伝で描ければな。で、よしえさん視点で鉄を見ると、まあ、主人公はよしえさんですからね、よしえさん視点で鉄を見ると、助けてくれたっていう、その人が思った時、あの人はその人のスーパーマンというのは、アニメジュニアが登場のこの10話のこのシーン、例えばこの学生にはドラマはないですよね。薬剤に絡まれてるだけのモブですね。でも、この学生視点で考えたら、通りすがりのおじさんがぐるっと戻ってきてくれて、ヤクザを倒して助けてくれて、ありがとう言う間もなく去っていくスーパーマンやんけと思ったんですね。学生にとってはスーパーマンやろ、鉄の内情知らないからね。それがヨシエさんにもあれば、ここから勘違いが始まったっていうのもあれば、ヨシエさんの方から鉄に惚れたっていうのは、ちょっと想像しやすいかなっていう、こういう外伝があったら面白いかなと思って、さらに、失礼しますね。地区運動会につながったらまた面白い試合ができるんではないか。ここで映画のネタを入れ込んだオチに持っていこうかなと思います。春樹先生はおそらく映画好き、日本映画、洋画、多分まあ映画好きなんでしょうね。それはやっぱりオチに持っていきたかった。春樹先生世代が憧れた女性っていうのはね、鉄にとって吉江さんが惚れる女性になった瞬間を描いてみたい。で、それで、春樹先生の憧れの女性っていうのは、マリリン・モンローじゃないか。
と思ったんですね、ダンディは。ほんま正直に、ごめんなさい。正直に僕はそう思ったんですね。だからマリリン・モンローをオチにします。はい。ではそこまで見ていきましょう。そしてその前に、このカットなんですね。はい。聞いたか、てっちゃん。隣町のアンカーは女や。なんやと？これ鉄ですね。うん。で、まあ、得点が拮抗している最終種目のリレーで、決着がつきますよ。うん。で、まあ、アンカーがてっちゃんやから、こっちの勝ちは決まりや、みたいな、みんな余裕ぶってますね。一瞬で勝負を決めたるわい、なんて言っちゃって。ねえ。で、ダンディと同じように、ここは皆さんとシェアしてみたいなと思って書いたんですけども、このシーンの吉江さんの目線の先、気になった方いませんか？誰を見てるんだ、吉江さんはっていうのは、ダンディちょっと、この視線の先が気になったんで、鉄だったら面白いんじゃないかなと思ったんですね。鉄を見てたんだ。これ有名なカットですけどね。原作でもアニメでもね。うん。あの時助けてくれたあの人だと思って見てたんだ。でもありがとうが言えない。恥ずかしいもんね、若いしね、学生ぐらいですからね、笑いかけることしかできない。これは可愛いじゃないですかと思ってね。はい。あの時の鉄の行動はほぼ鉄の脊髄反射、ヤクザがオーロモで殴っただけですからね。吉江さんなんて景色に入っていなかったと思うんですけど、吉江さん勘違いした吉江さんからしたら、助けてくれたスーパーマンにまた会えたわみたいなことだとね、これはいいかなと思ってね。はい、出ました。認識覚えてないと思います。ね、うん、これちょっと面白い想像かなと思いますね。で、鉄が、どうやって吉江さんにね惚れていくかっていう瞬間もね、ここからね描いていこうかなと思います。いきましょう。さあ来ました。余裕で勝てると思っていたんですけど、蓋を開けると抜きつ抜かれつじゃいみたいなことですね。はい。学生の頃からずっといたんじゃないかなと思って書いてみました。デッドヒートや負けず嫌いなんでしょね。両方負けず嫌いなんでじゃないのっていうダンディの印象を演にさせていただきました。はい。こうして鉄も吉江さんを意識したと。で、てっちゃんまっすぐは早いんですけどね、もうちょっとね、勝つまでやめへんからなーみたいなんで、カーブで吉江さんが勝ったと。これも有名なシーンですね。うん。勝ちを譲ってくれたんちゃうのみたいな勘違いも書こうかなと思ったんですけど、ちょっとくどくなりすぎるかなと思ってやめました。さあ次。はい。ちょっとね、長々とお付き合いしていただいておりますが、申し訳ございません。はい。このシーンも有名ですね。このカットも有名なんでございますけども、ここにセリフを入れたらいい概念になるかな、いい想像になるかなと思ってセリフを入れてみました。もうおそらくこういうやりとりがあったでしょう。女性を呼び出すっていうことは、鉄は苦手なんじゃないかな。若い時からね、やっぱりね、っていうとこ思います。はい、来ましたね。待たせてイライラさす気やな、みたいなことですね。はい。この強風で、スカートを履いてきちゃう天然プリっていうのがいいですね。うん。これはね、アニメでも横向きのカットだったんですね。お互い向かい合ってたカットっていうのは有名だと思うんですし、ここまで見てくれたモーさんの方は知ってると思うんですが、まあ、ヨシエさん目線で見た鉄、鉄目線で見たヨシエさんですよね。うん。で、まあ、こういう会話があったんではないかと。うん。どんな呼び出し方したんじゃみたいな。もう、お前、勝負っていうのをもっとおさんかいみたいなんでね。はい。マリリン・モンローがオチと言ったんですけども、まあ、もうほぼほぼね、オチは割れたと思うんですけど、すいません。はい。一陣の風が吹く。この瞬間、鉄にとっての、ヨシエさんが、モンローになった瞬間で、ございます。はい。忙しい男や、みたいなね。うん、ちなみにこの、これは勝尾って読むんですけど、この絵にぴったりの言葉っていうのを見つけることができなかったんで、ダンディがまた相変わらず勝手に作りました。はい。2年間こんなことばっかりしてます。すいません。はい。まあ、この動画にやってくれた方とね、ダンディだけで通じる言葉があってもいいじゃないかと思いますね。どうせ、ね、なかなかね、で、出会えないチャンネルだと思うんで、せっかく出会ったんですからね、お互いに通じ合う言葉だけがあればいいかなと思うんで、また概要に書いておきます。余計なお世話だった？ね。はい。しかし余計なお世話 でもですね、アングル、角度を変えて書くとですね、また違った観点で景色を捉えることができるというのはね、ダンディ略画の裏テーマみたいなことあるんでね。はい。で、まあ、こういうのがあると、仲人をしたっていう経緯もね、想像しっかりつかめるかなと思います。で、やっぱりこの概念を認めてくれるっていう方に認めていってほしいので、まあ、これは僕の気持ちですね、ダンディ略画の気持ちなんですが、この概念を落とすための言葉があるとすれば、これをつけました。こうして二人の物語が始まり、僕らの知る物語が生まれる。